おはようございますす塾の久保です今日のテーマは安いところには安いモラルが付きまとうというお話をしていこうかと思います。えまずですね、今朝早くついさっきなんですけどもあの私も大好きだったあ回転寿司のですね、えー、あそこは何だったかな、あーくら寿司だったかな、ちょっと忘れましたけども回転寿司チェーンの中で あのお寿司の調理場が映ってるんですよね調理場では生魚をゴミ箱に捨ててそのゴミ箱を拾ってきてまた調理するみたいな動画があったんですけどもまあひどいですよねあの要するにお客さんのレーンにお客さんが口に入れるものをものすごく粗末に扱っていたりとかねえ調理場の模様をすごく不衛生な状態で Twitter とかインスタグラムに投稿するみたいなモラルの低下がそこにはあるわけですよつい先日も牛丼チェーンの中であの調理器具をね不適切に使った動画をアップして喜んでいる従業員さんの姿がありましたけども共通しているのはこれねあのすごくね販売価格が安い店なんですよ販売価格が安い店で人件費を安く抑えるためにそれこそ時給800円とか900円みたいな人をね雇っていくとこういうことが起きるんですよ 時給の安いところには安いモラルが起きるということは皆さんもねあのご存知だと思います。で逆にですねあのもう本当にあの一品一万円とか二万円みたいな板前さんとかが作る。 調理場には SNS ななんて誰も持ち込まないですしねそれから誇りを持ってやってますしそこクビになりたくないので本当に清く正しくやってくれるわけなんですよ要するにこんなとこクビになってもいいよみたいなモラルが蔓延してる低価格の店っていうのはこういう事故が起きやすいんですよねも常にそうですよねあの、まあ、たまには高級料亭ね千羽吉ンみたいなところの事件もありますけども基本的には安い販売価格のところには安いモラルが付きまといそういうところに行く人はそういう被害を受けやすくなりますんで私はそういうところがあって あんまり安い店っていうのは。 行きたくなくななるわけですよこの映像を見たりとかするともっと行きたくなくなると思うんですよ。もう本当にねあの100円とか200円で気軽に食べれる時代になってきましたけどもそこには完全に従業員さんの教育資金っていうのがね投じられてないわけですし高いレベルの採用っていうのは行われてないんですよ。誰でもいいから来てくれみたいな状況になってますから本当に誰でもよくって働いてクビになっても痛くもかゆくもないみたいなねそんなにあの、まあ、ふざけたやつが働くわけなんですよ。うん、でも本当に、ね 企業的にもすごくモラルが低いと私はあ言わせていただくのはそういう人間を採用してしまう採用担当者のレベルとでやっぱりね教育に対するコストがかけられないからといってこういった SNS で、えー、拡散させるような隙を持っている会社とかねフードとかそういったものにもね大いに疑問を持っているかなと思います。いい例なんですけども最近 どこだったかかななんか回転寿司の食べ放題みたいなところがあるんですよね回転寿司のの食べ放題みたいなところがあるその大手チェーンですよねどこだったかなかっぱ寿司かなんかだと思いますけどもそうですねユミさんねえっ、ー、と安い、えー、まあそうそうあってほしいですあの、ね、やっぱり、ね、安い人間が働くと安い商品になるんですよそして安いもう本当に安っぽい顧客を集めるんであのカスタマーのハラスメントも起きやすいんですよ それは高級料亭行っ,ってトラブル起きるかって言ったらねやっぱりそこそこの人間が集まりますんで私はまああんまり行かないですけど私は自炊ばっかりなんてですねそういうとこ行かないですけどもやっぱりねそこそこの安全コストをかけるべきかなと私は思ってしまいますねうんまあそれでですね、えー、話ちょっと変わりますけどもあの回転寿司のことなんですよ浜寿司か浜寿司じゃないなんか蔵寿司かななんどこだったかな、まあ、回転寿司の食べ放題やってるところがあってそこにですねあの YouTuber 応援企画みたいなのがあるんですよでそこで えー、設けられてる条件っていうのは東京都内に限るんだけどもチャンネル登録者数10万人以上の YouTube チャンネルをお持ちの方アカウントをお持ちの方は、えーまあ、このね食べ放題をタダにするんで、えー、どうぞ取材に来てくださいということをやってるんですよ。まあ、ひどい話ですね、ねここれも、ね、あの、このなんすか お寿司の食べ放題って別に1,500円とか2,000円で食べれるものを YouTube10 万人の登録者に対してですね10万人のチャンネル登録者ってことはうんそうですね10万人のなんか市長みたいなもんですね10万人図書を抱えるあカかっぱ寿司か。 かっぱ寿司ひどいですねもうどんだけ人を安く叩こうかって感じですよかっぱ寿司の食べ放題を無料で使,わ使っていいですよとその代わり10万人のチャンネル登録者数がいる YouTube んかねすごいひどい話だなと思うんですよ10万人のチャンネル登録者数の YouTuber さんがいらっしゃったらそんな1500円2000円欲しさにですねやらないですよねもうそれこそね100万200万みたいなギャラで言ってあげるんならまだ話は別,だ別ですけども 1,500円2,000円だったら自分で行って自分で撮影するわみたいな感じじゃないですかだ <laughs> からね普段から人を安く買いたくことばっかり考えているかっぱ寿司みたいなところは、まあ、こういう発想になっていくんだろうなと思いますこれはねもうはっきりと言わせてもらいますけど10万人のチャンネル登録者数って波じゃないですよやっぱりね、うん、そういう人と肩を並べようとも思う何ん,んですかねまあ言い過ぎかもしれませんけどもかっぱ寿司ごときがね 10万人のチャンネル登録者数の YouTuber さんの肩を並べるなんて本当にね何と、まあ、言いますか <laughs> おこがましいだから偉らそうにすんなっていう話ですよ YouTube をやってる身としては私もまだ、ね、1万人すら行ってないんで <laughs> 10万人すら神の存在ですからね <laughs> そうですで、えー、と Google さんから銀の盾みたいなのが送られて本当にこう Google のまあ何ていうんですかね、えーまあ、上級カスタマーみたいな扱いだと思うんですよ それこそグーグルさんとか YouTube さんは10万人のチャンネル登録者数を持っている方っていうのはもう超優遇するわけですよねそのぐらい貴重な存在なのに1500円で買いたたくはないだろうみたいな感じがしますけどねそれこそ100万200万払ってもあの来てほしいユーチューバーさんではないかなというふうに感じるんですけどねまあな。 うわーっとまた怒りをねぶちまけてしまいましたけども <laughs> 感じ方は様々ですからね私が思っていることにその通りって思わなくてもいいわけですよ皆さんそれぞれの感じ方があると思いますしその企業さんには企業さんの風土やね文化や考え方があると思いますただ私はまあこういう風なね、えー、動画があの漏れてくるようなところにはまあ一生いかないと思いますね飢えてもいかないと思います <laughs> チェーン店は多くなかったあねな何でしょうね <laughs> えーまあ、ちょっとね、こんな感じで今朝の放送でした。それから次の放送はもう1回放送します、今日はあとこれから日本に起きることです。もちろん低価格、モラルの低い企業がどんどんなくなっていくっていうこととかねバッシングされるってこともありますけどもあそうあの、ね、ユミさんね、盾を送られてきて、うん、言ってみればあのなんですかプロ野球のスカウトが来るような感じですよね。10万人っていうと。うん、だからね、100万人の チャンネル登録者数を持ってる方っていうのはもう本当にこう国民栄誉賞ものですよ <laughs> それこそね YouTube やってみりゃいいんですけども動画を上げ続けることすらあ普通の人はできません、えー、で動画を上げ続けても私みたいな人間はねこうやってね10年も YouTube やってても1万人いかないわけですから <laughs> まあそこを考えるとね本当に10万人とか100万人っていうのはそんなね数千円で買いたくような人ではないですよ本当にこうバカにしてるなっていうところもありますしもしくは あの分かかってなないいのかなと思いますよね、うん、どこでしたっけ忘れましたどこの寿司屋だったか忘れましたけども <laughs> 普段行かないんですいません、えー、とこんな感じで今日の放送です次は次はあ次の放送はあれです、ね、これから日本に起きることですねでは一旦動画を閉じさせていただきます